縫い代のつけ方と接着芯の貼り方を説明します。縫い代をつけて裁断をします。基本的なニットの縫い代は、身ごろは襟ぐり 1.5、肩 1.5、袖ぐり 1cm、脇が 1.5、次に袖は袖山が 1cm、袖下が 1.5、袖口が 2cm になります。裾が 2.5cm になります。ニット生地にはニット専用の接着芯を貼っていきます。ニット用の接着芯は耳のある縦側も伸びます。そして横地の方も伸びるようになっています。こちらの接着芯をテープ状に切って使用していきます。では実際にテープ状に切っていきたいと思います。まず耳側の方から切っていきます。耳は使いませんので一度切り落としていきます。耳を切り落としたら縦地の方向で肩の縫い代幅プラス 0.5cm の幅で芯を切っていきます。縦地を切り終わりましたので次に横地でそれぞれの縫い代幅に合わせて切っていきます。長いテープを作る場合は切りづらいので接着芯を畳んで切っていきます。このように四つ折りにしていきます。折ったまま芯を切っていきます。端のところはずれているのでまっすぐに切り落としていきます。折って芯が重なっているのでずれないように待ち針を留めていきます。そして縫い代幅に合わせて線を書いて切っていきます。それぞれの幅に合わせてニット芯のテープができました。接着芯を貼る基本の部分は、前身ごろは肩の部分と襟ぐり、裾に貼っていきます。後ろ身ごろも同様に襟ぐりと裾に貼っていきます。袖は袖口に貼ります。接着芯を貼っていきます。まずアイロン台やアイロンにはみ出た芯がつくのを防ぐためにフッキングシートを引いていきます。その上に生地を乗せて裁断した生地の裏側に接着芯を貼っていきます。縦地で切った接着芯を肩に乗せていきます。ザラザラとした面を下側に向けて合わせていきます。はみ出た部分を切り落としていきます。もう片側も同じように乗せていきます。こちらもはみ出た部分を切っていきます。クッキングシートを上に乗せてアイロンで接着していきます。滑らさないように押さえるように貼り付けていきます。肩は前身ごろのみ貼っていきます。次に襟ぐりに芯を貼っていきます。横地で取った 1.5cm 幅の芯を襟ぐりの縫い代に乗せていきます。カーブの部分はなじませるように合わせていきます。カーブの部分はいっぺんに合わせると貼りづらいので半分ずつ貼っていきます。クッキングシートを上に乗せてアイロンで接着していきます。襟ぐりに芯が貼れました。同じように裾にも 2.5cm 幅の芯を貼っていきます。後ろ身ごろは襟ぐりと裾に貼っていきます。袖は袖口に貼っていきます。